い、こんにちは。ブラウザやスマホでショッピングが楽しめるショップミーの紹介でございます。自分のお店を作ったり、好きな商品を並べてチャットとかしながらね、なんと買い物が楽しめる、今までこういうのあんまりなかったんじゃないかなと思う、新しいねショッピングサイトが立ち上がったということで、こちらの紹介をさせていただきます。で、これのね一番の特徴なんですけど、自分のねセレクトショップみたいのがまず作れるんですよ。だけど私が商品を出品するわけではないんですね、いわゆるヤフーショッピングなどあるじゃないですか。そこから、データを取ってくる、ヤフーショッピングの API を使って、そこで出品されているものをショップミーに持ってくると。で、ショップミーが表示してそこで購入ができるんです。こうすることによって何がいいことが起きるかっていうと、まあそのインターフェースによって自分のセレクトショップなんかができて、例えばめぐみさんがね、自分でセレクトショップ作りますよね。これいいね、いいね、いいね、いいねって好きなもの並べたら、あ、めぐみさん今こういう、例えばゲームだったらゲーム欲しがってんだなとか、あ、めぐみさんがいいねって言ったガジェットがこれなんだ、だったら買ってみようかなと言ってね、自分のね好きなレビューアーさんのね、そのショップミーの店があったら、まあこの人が紹介してるものだったらちょっと買ってみようかなとか、そういう自分個人個人の、セレクトショップが出来上がる、そういったいい点がまずあります。そしてね、一番いい点と言っても過言ではない点が1個ありまして、まあヤフーショッピングから当然持ってくるんですよ、商品は。で、それをショップミーで買うことによって、ポイントがつくと。しかもこのポイントが T ポイントカードと山田ポイント、これがつくんですよ。だから普通にね購入するよりはショップミーで買った方が、T ポイントと山田ポイントがついてお得という形になります。はい、こちらがショップミーのウェブブラウザの画面になります。ブラウザバージョンですね、こんな感じになっておりまして、めぐみセレクト、 YouTube のめぐみさんだよ、めぐたぞーというわけで、これ今めぐみさんが作ったお店になります。まだめぐみさんのセレクトは1個も置いてないんですが、まあマイショップと、でここにチャットがあって、今ここに例えばめぐみさんのショップに来た人たちと会話ができると、最近いいゲームありましたとか、最近いいガジェットありましたとか、なんかいいものありましたかねとか、買ってよかったものなんかありますかと、そういうの全部できると、おすすめにこれありますけどどうですかとかね、いろいろできるんです。ここに例えばこんにちはと表示するとこのように出てくる。で、誰かが会話に参加してくれてればちゃんと打てると。だからここでこんにちはめぐみさんと打てると、ブーンと打てると、はい、こんにちはと打てると、まあ、ここでねこれちょっと一人劇になってますけど、ここで会話ができます。じゃあね、試しにめぐみさんのセレクトショップ作っていこうと思います。まずじゃあゲームジャンルからいきますか。まあこの辺なんじゃないかな、どうですかね、この辺気になりますよね。で、こう出てきます。そうするとこれヤフーショッピングから多分引っ張ってきていると思うんですけど、これ例えばいいねと押します。商品にいいねしました。で、めぐみショップにこれがね追加されてるわけで、ショップに戻ります。そうするとめぐみセレクトにこうトロケヒーローズが追加されるわけです。これすごくいいですよね。で、まあ他にもなんか入れるわけです。この辺がめぐみさん今気になってますね。よいしょー、これじゃないかな、これじゃないかな、ジオーズ、これをねいいんじゃないかなと思って私は欲しいですね。北米版まで出てきてしまうという素晴らしい感じですが、まあ今回は日本語版と。よいしょ、いいねをしました。そしてこれに戻るとこのように The Order が追加されます。あと最近出たのテラリアとかいいっすよね。テラリアあるかな、テラリア出ましたね。このまま例えば追加します。で、戻ります。はい、こんな感じでどん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 めぐみさんのショップに追加されていきます。今度はね、じゃあ私のおすすめのガジェットみたいなものを追加してみたいと思います。そうだな、例えば私がね最近生放送やっていて、皆さんにご質問されるのが、今使っているウェブカメなんですかと、その生放送で実際使ってるウェブカメね何ですかという質問をよくいただきます。なのでそれをお教えしたいと思います。これがね、私のものもすごく古くて絶版になっちゃってるんですよ。もう作られてない、古すぎて。なので次の型番のものが出ているんで、そちらを表示します。ウェブカメ C920 とやるとおそらく出ました。ロジクール HD プロウェブカム C920T、 私が使っているのはね、厳密には C910 というものなんですけど、まあこれちょっともう古すぎてないんで、これですね、この920、こちらが
が、後継機になるんで、これになります。じゃあこれいいねします。そうするとこれ追加されます。じゃあもう一個ね、今めぐみさんがこの実際使っているビデオカメラ、よくね、めぐみさんが YouTube で使っているビデオカメラなんですかというご質問もよくいただきます。その今使っているこのビデオカメラです。これを追加したいと思います。 HDR の CX630 です。はい、出ました。これですね、まあショップさんによってちょっと値段が変わってくるかと思いますが、このソニーデジタル HD ビデオカメラレコーダー HDR CX630V、 これを私は使っております。なのでこれいいねします。で戻ります。そうするとこのように追加またされる。このビデオカメラに私はマイクをつけております。だから実際は今こう撮影していて、このビデオカメラのマイクは使っていないんですね。マイクを取り付けてあって、そちらのマイクが、動いております。だからこのマイクもじゃあこのめぐみセレクトにね追加しましょう。ECM の GZ1V じゃない 1M、 これですね。ドン、出る、出ました。はい、これです。ソニーガンズームマイクロフォン、こちらになります。よいしょ、いいねと。それで戻ると、はい、こんな感じでめぐみさんが今実際使っている機材がこちらです。生放送をしているときはこのロジクール HD プロウェブカム C920T、 まあこれ実際はね型番が C910 なんですけど、私のはそれの後継機、新しいやつなんで持っていいと思います。920で今実際撮影しているビデオカメラ、これが CX630 と。そしてこれに取り付けて今皆さんが聞いていただいている音声、これを撮影しているのが、ガンズームマイクロフォン ECMGZ1M という型式のものになります。これがね、私の撮影グッズ、そして2月の PS4 おすすめソフトなんていう風にこう追加できるわけです。はい、そんなわけでね、ショップミー、ちょっとめぐみさんのショップこのままじゃ寂しいんでちょっと追加してきました。話題のね、Windows タブレット追加しつつ、今これ私結構欲しいグリッドイットの、ノートパソコンが入ってしまう型のグリッドイット、これ欲しいなと思っていて、でこの横にあるコクーングリッドイットってやつなんですけど、これはケーブルをまとめるやつで、これめちゃめちゃおすすめなんですよ。私これ3つ持ってます3つ持ってるからすごいおすすめで、まあこういった意味でなんか自分がちょっと欲しいなとかいいなって思っていたものを追加することもできるし、まあこのね、先ほど紹介しためぐみさんがすでに使っていてマストアイテムっていうものだったり、今月おすすめ、ね、今月暑いんじゃないかなと思っている PS4 のゲーム、こんな感じでね、セレクトショップが作れるんですよ。じゃあね、ちょっとね、スマホ、タブレットでも見れるんで、そっちの方見てみましょう。はい、こちらがね、ショップミーのスマートフォンのサイトになります。このようにね、さっき私が PC 版でいじったものを、何もやってないんですけど、アカウント同期しただけで、このようにスマホの方にも反映されております。いいねした商品と。で、このようにゲーム3本や使っている、機材、そして、欲しいなと思っていたり、ヘビーローテーションしているコクーングリッドイットなんか表示されています。おそらくね、このビデオカメラとガンズームマイクロフォンっていうのはちょっとヤフーショッピングの API 使ってるんで、それの関係で画像が表示されてないっていうものが出てきちゃってるみたいですけど、まあ、基本的には、同期がされているんで、このようにめぐみショップがそのまんまスマートフォンにも持ってこれます。スマートフォンだとこのようにアバターが設定できて、こういう風にいっぱいいるんですよ。で、例えばこれにするとこんな感じでめぐみさんのアバターがポコポコ変えられると。で、ショップパーツっていうので、お店をカスタマイズできるんですよ。今これ私がね、ちょっと海辺の作ったね、海辺に作ったショップモールみたいな感じで、個人ショップみたいなのをイメージして作ったんですけど、これをね、例えば、地面を今このね、右上の海になってますが、これを例えば砂漠に変えます。すると、よいしょ、はい、こんな感じで背景が砂漠になりました。こうやってね、個人個人いろいろな色が出せます。はい、そんなわけでウェブブラウザ、スマートフォン、タブレット、いろんなねものに対応している、まあちょっと新しいね SNS と絡めたショッピングサイトの紹介でした。こちらのショップミーの方はね、ブラウザ、スマートフォンのアドレス全部概要欄に貼っておきますんで、そちらからダウンロードしてみてください。まあブラウザの方はね、ダウンロードとかではないんで、ショップミーって検索していただければそのまま出てきますんで、やってみていただければと思います。めぐみセレクトぜひ見つけてみていただければと思います。そんなわけでショップミーでした。また会いましょう。バイバーイ。
最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバーイ。